こんにちは、盆栽職人未来の年です。今回はですね、盆栽の病害虫について説明したいと思います。今日はここ盆栽の里さんにお邪魔して、いろんな、木を見ながら実際に病害虫の説明できればなと思うんですけど、ここはもちろん盆栽売っている場所なので、その病気とか虫とかそんな多いわけではないんですけども、そういうのをちょっと紹介していければなと思います。じゃあ早速まず雑木からじゃあ行きましょうかね、はい、これはまあゆうすけさんの木になるんですかね、気づく遅くて、壊れとんやけど、イラが死んでますね。触ったら痛いやつよ。もう触っただけでアウト、これやっぱ飛んできちゃう。そうそう、ガーとか飛んでくる虫の幼虫やから、予防いう予防がそんなにできんの、ね、はい、来たらすぐ、薬かける、はい。ここたくさんあるからあまり難しいですけど、普段持ってる人だったら飛んできたら分かるんですかね。ちょっとその歯食われたなと思ったら、穴が開いとったりしたら、虫が来とるっていう疑って、歯の裏見たら結構ついとったり、ただあんま直接触らない方がいいってことですね、なんか食われてるなと思ったら、触らないように確認して、で、消毒なりなんなり、消毒は消毒会をやってるんで、そちらの動画見ていただければ。イラガは何をすればいいんですか。殺虫。なんかベニカとかでいいか。ベニカでいい。バラ科の植物が割とやっぱ虫来やすい。これもバラ科です。バラ科の植物、盆栽持ってる方はちょっと、今の時期もしかしたらもう発見しましたよって方もいらっしゃると思うんですけど、バラ科はちょっと怖いんで、注意してみていただければと思います。雑木の方がやっぱり虫は来やすい、ね、そういうのは全部基本的にベニカみたいなんでいいんですか。ホームセンターとかで売ってるんで言うたら、割と一般的なベニカが一般的やけど、よりよく効くっていうんであれば、専用のこれによく効きますとかって回答があるんで、要はそのベニカとかオールマイト、何でも効くんやけどそんなにきつくない。でやっぱ虫も耐性ができちゃいますよね。そうだけど卵を産んで孵化するけん、その孵化した後にまだ卵残ってたりするけん、また一月ぐらい大体期間空けてかけると効果的。はい、次は松柏の方ですね。松柏だと一番代表的なのが破風類病、黒松、赤松とかに多いですけど、ちょっとこう樹勢が落ちるって僕ら表現するんですけど、ちょっと弱ってきた木、少し免疫力が下がってきた時に病気になりやすいみたいな感じがあって、病斑見た時に、これなんかちょっと元気ないなと思って葉っぱを見ると、ちょっと点々って病気になっている場合はあると思います。それが結構、そのまま本当最悪の場合死んでしまうっていうこともあるので、ちょっと気をつけて見ていただければなと思います。今ちょっとここにはないので、実際お見せすることはできないですけど、見たらわかるんですか。弱っとるなっていうの、弱ってるな、いつもと違うなみたいな感じ。なんで、盆栽基本的にそうなんですけど、いつもと様子が違うってことは何かしらの原因があると思うんで、他の回でも水やりとか話してますけど、水が少なくてももちろんちょっと樹勢落としたりとか体調崩すっていうことあるので、いつもと違うなって思ったら何かを疑ってあげた方がいいかなと思います。ハフ類もベニカ、ハフ類はベニカは効かんかな。ダコニールとかがオールマイティーに。ダコニールってホームセンターってですか。ダコニールって液状なんですか。そう乳剤で効きはそんな強くないんやけど、ちょっと特殊なというか、ハンコがいるような薬になるんで、毒撃物。カエルもカエルですか。カエルダコニール、ダコニールはもうそういうハンコもなくて、カエルなくても、劇薬だけですね。ダコニールをシュッシュッて薄めて、塩でも使うんですか。ダコニールも使うときあります。他にはですね、ダニ、これもちょっと多分ダニが来たのかなと。フルバの部分なんですけど、ダニが来るとちょっとこう黄色くなるんですよ。でも今は新芽のとかが青々としてる。もう全然、問題なく新芽の前に来とって予防して、予防か殺菌殺虫しておらんようになっとんやけど、ちょっとこう色が変わったのはそのダニに吸われとん。ダニはどこに付くんですか。葉っぱ、それも見たら分かる。分かります。ちっちゃいけどな、白い紙を置いてこうポンポンポンって叩いたら白い紙の上に落ちるんで、
ダニがほなまあそれで動きよったらまあ生きとるんで、あ速攻で消毒、消毒ベニカまあダニだから殺ダニってのもあるんですけどね、殺ダニが一番よく効くベニカ万能なんでもベニカにしようとしてる見てる人もそっちの方が分かりやすいですけどね、ベニカ一本あったけいいんだろうみたいな、ベニカで殺ダニ、ダニ強いんで、うん、効かんことはないんやけど、やっぱ完全に効くかっていうとちょっと弱いかなっていう、難しい、イラガよりダニの方が強い、うん、強いだけあの薬で言うたらその殺虫剤と殺ダニ剤っていう、あ別、うん、ダニが特別強いけん、はい、まあ、ダニは別に用意してる方がいいの方がまあ安心かなと、うん、あの普段の水やりでしっかり葉水やったらそれだけでも多少予防になるんですよ、うん、根元ばっかりにやじょったらやっぱダニ来やすい、はい、あ上からちゃんと頭からもかけてあげるっていうのが、五葉とかあんまりあげたら伸びるとか言ってたじゃないですか、絶妙な量で難しい、クロマスとかは気にしなくていいですか、クロマスは気にしなくて、はい、ちゃんとやってあげれば多少なりとも予防になるので、何ぐらいですか、小白はうどんこコンケン、まあやっぱもみじかいで系、ああ雑木と一緒に置いてても小白には来ないですか、うどんこは来るんで、うどんこは来ない、病気的なんでいうとやっぱその小白の、小白じゃない臓器の方が目立つんで、あのほら葉っぱが、うん、あの大きい、あの一枚一枚が、小白って細いんがあるけん、まあこういう風に全体的に色が変わったりしたら分かるけど、粉貝殻っていうちっちゃいんがおるんや、それが来ると新芽が伸びんかったり、あ、うん、それはベニカまあまあベニカで効くんは効くけど、うん、そうかベニカ1本持ってきましょうかとりあえず、うん、とりあえずベニカでだいたいうちで1ヶ月に1回ですね、予防でやるんですか、予防で、でもだいたい1ヶ月1回でその卵が孵化して幼虫になってっていう分が、卵の時に効かんでも幼虫になった時に効くけん、成虫になったらまた卵を産むけん、うん、はい、ということで今回、まあ、病害虫について、盆栽の里の橋本さんにも協力していただきながら説明させていただきました、まあまあ、さっき動画の中でも話した通り、ちょっといつもと違うかなっていうのも気づいたら、何かまあ病気か虫か疑っていただいてすぐに対応していただければ枯れるってこともないのかなと思うんで、まあ、日々観察していただくってことが大事かなと思います、まあ、質問等ありましたらコメント欄でいただければと思います、ゆうすけさんありがとうございます、ありがとうございます、それでは皆さんまた次の動画で、バイバイ。